So we're back in defrag. This is different, actually. Yeah. We came from over there. We need to return there. I think I should save. So if I say we came from over there. Okay, no, that's not it. We need to return there. Oh, that's it. We need to return there. We kick off of space as if taking a quick turn in swimming. And like that, we rise up into the high, high sky, searching for the top. And over there is... There we go. It's quiet here. Everything and nothing exists. It's just a calm, tranquil place, or maybe time. There is no past, present, or future. There is no here, there, or anywhere. The interval between every single thing, an interim, a place that can be seen when overlooking everything. Perhaps this might not be true. Perhaps this might not be reality. But over there is one lone hope. Light is, radiance is filling the place to the brim. Overflowing beams of light. And before one knows it, it takes a clear form. The boy, Aoi Hinata. No, perhaps he should be called a young man now. Next to him, Shinozuka Mayumi. Maybe she should no longer be called a girl, but a woman. The high gods that summoned the boy and the girl, the great triad of Anunnaki, have assembled together. Of course, Eya is among them. Eya? There's one more group centered around a woman in black clothes. Olive Criminal has shown up as well. Is that right? Nergal, Erish Kigo, Inspector Miyata, Aoi Mitsuhiko, Aoi Himeka, Nabu, Professor Shinozuka. Those adults who supported them at certain times and obstructed them at others, they're all smiling too. Isn't this all right? Everyone's here, and everyone's smiling happily. Every last one of them is here. No one has died. Doesn't that mean this is a dream? Eya, who's floating in midair, slowly raises her right arm. This time, she slowly raises her left arm.月は目覚め、月が満ち、夢から覚めた。世界はあるべき姿に戻った。だが、本当にそうでしょう。 絡み合う二つの量子、片方の運命が決まると、もう片方の運命もまた決まってしまう。ムツキは失われた。
昨夜は見出された。ムツキは眠りについた。昨夜は目を覚ました。ムツキは見出された。昨夜は失われた。ムツキは目を覚ました。昨夜は眠りについた。僕はそのすべてを覚えている。だとしたら、その中で何が本当なんだ。うん、多世界解釈だね。だがそれは経済的とは言いかねるね。ナブーと違ってネルガルはロマンティストだから。ムツキはどこに、サクヤは。なんだか二人ともすぐ近くにいるような気がするのに、どうしても手が届かない。まるで鏡の向こう側のように。でも量子論的な存在の重ね合わせや絡み合いがどうして人間という巨視的レベルにまで作用してくるのかしら。無論ニュートン・アインシュタイン的な古典物理学の世界が直接ナノ的な量子論の世界とつながるはずもない。ツイスター、超ひも理論、十次元の畳み込み、どれもまだ完成されていない理論ね。すべてを解き明かすという超大統一理論など夢のまた夢。究極的に完成された理論はありえない。だからこそ人はそれを求める。それはともかく、二つの世界を結びつける方法はある。第三の空間、つまりサイバースペースを間に介すればいい。実際電子顕微鏡で名の世界を見ること自体バーチャルなことだよ。光子を使って直接的に見える世界ではない。何かを用いて間接的に観測するしかない。その段階ですでに事態はバーチャルになる。そしてその仮想世界はサイバースペースを形成する。それはつまり、人間はバーチャルリアリティを使って量子的なナノ世界に干渉できるということ。しかり、しかしそれは片面の真実にしか過ぎない。真に恐ろしい現象は、ナノ世界がサイバースペースを経由して我々のリアルスペースを侵していくということなのだ。おいおい、そいつはひょっとして。そこは新しい世界。私たちは不自由な肉体の檻から逃れて自由な新天地に飛翔するのです。気がついているものは皆無に等しい。絶望的な数だよ。大脳と DNA は環境に適応するということを大前提にしつつ、人体を戦場として互いに争ってきた。それは人類史に血みどろの戦争を刻んだ。ミームとジーン、つまり大脳皮質と DNA や大脳辺縁系の戦いとも言えるな。ジーンとミームの究極的な対立の末には死しかない。だから我々が真に克服しなければならないのは、大脳皮質と遺伝子の目的の不適合なのだ。その致命的といえるミームとジーンの情報戦は今はサイバースペースにまで飛び火しているというわけね。しかりサイバースペースとは人間の脳の延長に過ぎない。都市化や人工物という概念も、これは脳の延長、すなわち脳化社会を意味している。そのサイバースペースに遺伝子が攻撃を仕掛けている。私たちは IC イマジナリチルドレン、サイバースペースに適合すべく生み出された進化の申し子。そうだ、 IC はサイバースペースを制するために遺伝子が生み出した存在。しかしサイバースペース自体も遺伝子の空間であるナノスペースに対して積極的に干渉をしようとした。それが量子コンピュータ、そしてその中に宿りし意識。彼らは人間を脳だけの存在にし、つまりは
自分たちのサイバースペースに端的させ、肉体、つまりは DNA から完全に切り離そうとした。つまり IC は引き裂かれし子らなのだ。肉体と魂、DNA と脳、ジーンとミーム、それらが乖離していく。いつも感じていた理人感。私はここにいるのに、いるという感覚がわからない。自分という存在が、現実世界では希薄だった。IC は、意識自体が分離しているがゆえに、ナノ世界と虚子世界、リアル世界の狭間をつなぐサイバースペースに適応した。彼らはサイバースペースを自在に操るようになる。それは DNA による脳に対する勝利に思えた。しかし、IC の多くは DNA との決別を選んだ。それは DNA の思惑とは真っ向から対立する。苦悩の末、彼らは何かを求めて、どこかを探して、空を舞った。Something not here. Something somewhere not here.多くの未来が失われた。いや、それがどうもそうとも言い切れないのだ。何だって？前世紀に開始されたゲノムの解析計画によって DNA 上の全ての情報はメディアにコピーできるようになった。つまり遺伝子たるジーンは何も人間の染色体の上に乗っている必要はなくなったのだ。例えばエクサバイトクリスタルやインターネットを通じて自分自身をコピーして増殖したいという欲求は実際に満たすことができる。確かに人間の脳をコンピュータで真似ることは難しいけれど、 DNA 自体は単なる 2×3 ビートの情報単位が無数に連なっているに過ぎない。そして量子コンピュータの誕生により頭脳や意識、つまり魂ですら電脳空間に再現できるようになった。人間は完全な形でサイバースペースに存在できる。人間以外の存在もだが。それって何なの？鬼？悪魔？それとも化け物とでも言うの？まあ一種のデーモンと言っていいだろう。マルドゥークおよびアッシュールと、それに触発されて意識を持ち始めたシャドウヌルたちはな。でもそれは単なるゴーストに過ぎない。死んだ者の亡霊よ。だがその量子コンピューターによって生み出された魂と、ネット上に記録されたゲノム、すなわち DNA データを現実世界にダウンロードしたら、なんだって？一体どうなるのかな。それは完全なる人体が出来上がるさ。それがまさか川原君、君はそこまで？サクヤ、どこにいるんだ？ In Hinata's mind, a scene of a day from the distant past surfaces. 15 years ago, the girl who would be named Kawahara Sakuya was born into this world. For some reason, there was no person who she could call her mother. No one ever told her the reason why. But there was a period of time 10 years ago, around her 5th birthday, where Sakuya went missing as if she'd been spirited away. But 5 months after she went missing, Sakuya returned home. That's what her father, in other words Nabu, testified. The way she talked seemed just like that of a lost child. Sakuya didn't remember much about those days. Also, for some reason, she could only remember fragments of her early childhood memories after that. Nabu had said that she went through a scary experience, so she forgot several things as a reaction to that, but Nabu was the kind of person who disliked Sakuya coming into contact with other people, more so than was necessary, or you could say he was just the kind of parent who had a hard time letting go of his child.
For some reason, he appeared to be especially strict towards Hinata in particular. Sakuya's memory loss was not very severe, and because it posed no obstacle to her living normally, the people who knew the circumstances didn't dare try to touch on the subject. Then one day, probably around the time they entered middle school, Hinata casually asked her about the incident several years ago where she went missing. 何も思い出せないのよ。そう。There was a painful look on Sakuya's face. That's why Hinata decided not to ask her any more about it. But still... でも... Her head shot up as if it had been flicked up. Usagi... え? そう。Usagi を追いかけてたの。Usagi? 時計を持った Usagi を追いかけてて、それで…それで…Sakuya held her head in pain. もういい。もういいよ。思い出さなくて。Hinata took her hands and held them in order to calm her down, even if only slightly. She looked up at Hinata as her pupils swayed, and gave him a slight nod. ごめんな。Sakuya was the one to shake her head at that time. Hinata then thought to himself, what Sakuya had just said made no sense. No matter how he thought of it, it sounded like she was having a daydream or something. Chasing a rabbit holding a watch? What, did it lead her to Wonderland or something? But Hinata decided to never bring that topic up again. He wouldn't hurt Sakuya just to satisfy his own petty curiosity.I don't need to know. This is something I don't need to know. That was the conclusion Hinata reached that day. Now then, although Sakuya had a very good relationship with Nabu, she was always opposed to her father's way of thinking. From an outsider's perspective, it just looked like she was in her rebellious stage, but... あの分からずやん。いつか家出してやるんだから。She would always say that.Of course, Hinata knew that she had absolutely no intention of doing that. She took care of all the housework. No matter what she said, she had a kind personality that would never leave her father alone. No, or maybe that was just the love between father and daughter between them that others couldn't understand. And yet, even though Sakuya trusted and loved her father so much... Sakuya!Hinata faces Nabu, his anger at its peak. Enlil ya Mutsuki wa Marduk wo jibun tachi no kodomo da to itte ita na. Tashika ni Sakuya wa watashi ni totte no musume nan da. Kono te de tsukuri ageta no da kara na. Sore de watashi no michousei no nano assembler wo chūnyū shite mo heiki datta no ka. Mattaku heiki という wake dewa nai. Shinwa sei wa takai na. Maアセンブラもサクヤも生き残る可能性の方が高かったのでそうしたまでだが。虚構の存在？無から作られた人間なの？10年前のあれは、そういう計画だったというのか。サクヤは、君たちのような臨月周期から生まれた存在ではない。私がアシュールと共に設計し、作り上げた存在だ。それで、サクヤ、そう名付けたのね。そう、月のない夜、すなわち新月の夜。It was developed in a container full of water. It grew bigger and bigger, and before long took the form of a human. With elegant curves and long hair, they're all the features of a girl.Her form also gradually became clearer. Kawahara Sakuya? But the instant she takes form, her appearance immediately loses its definition and starts returning to nothingness. And thus, the current Kawahara Sakuya's activation as a life form began 10 years ago. But because she still wasn't a complete life form at first after she'd been created, Sakuya occasionally showed symptoms of memory loss.That's the reason why her memories as a young child have become vague. そんな時、我々エクサークがこの研究を進める上で、
格好のモデルが登場した。ムツキが一体どこだ。僕らは彼女を無事救い出したんじゃなかったのか。生ける天才ハッカーディルムンからサイバースペースの英雄ヒーへと転生した少年がいる。リアルネームはアイゼア・ナージだ。我々は彼を預言者イザヤというコードネームで呼んだ。我々がやろうとしたのはちょうどその彼と逆のパターン構築だった。とはいえヒーも最近では別な人体にダウンロードをかけたようだが。でもあの時期量子コンピューターの存在はどこにも知られてなかったのでは。そこが謎ではあるが、ここはやはり預言者イザヤが神がかり的なほどの天才ハッカーでこの情報を知っていたとしか考えられない。川原君、君の娘さんの話は分かった。だがなぜムツキも一緒に消えてしまったのだ。それもしかとは分からんが、おそらくサクヤとムツキは量子的に重ね合わされてしまったのだ。なんだか物騒な話になってきしまったぜ。何しろムツキは機械知性と人間のインターフェースたるエニグマを投入していた。異なった世界をつなぐという意味ではサクヤと同じ位置にいるからな。だからなのか。だから私と君の研究は奥底ではつながっていたのか。二人は一人とも言えるのだ。二人で一人、一人で二人。だとしたら、サクヤちゃんとムツキは今一体どこにいるというのかね。そこら中にいる。偏在している。なんてこと。生まれいずる0と1の世界に溶け込んでいる。ヒーが電脳世界の神と呼ばれたなら、サクヤは女神となるだろう。これが我々の出した未来系の結論だ。すでに世界はサクヤによって変容を遂げようとしている。何のためにそんなことを。科学は科学のためだけに突き進む。科学は純粋にミームの産物だからだ。誰が求めたわけでもない。科学自体がそれを求めた。私はその手先に過ぎない。わかるか。サクヤはこの狂いかけた世界を再構築する鍵、現実のリアルスペースと理想のバーチャルスペースをつなぐ架け橋なのだ。何とでも言うがいい。真に善悪の評価を下すのはこの時代の人間じゃない、後世の歴史家だ。それにたとえ大悪人の烙印を押されるのだとしても、私は自分の信念に迷いならない。てめえこそ徹底的なロマンティストじゃねえか。ヘドが出そうなほどのな。とはいえ、正当な言い逃れもできる。行き過ぎた進化の末、DNA が人類自体を滅ぼそうとしていたことはご存知かな。そんなこと。まあ、私が説明しなくとも、葵さんの専門分野でしたな。ああ。我々エクサークは死として滅びかかっていた人類を再生するために全てを行った。ふざけるのも大概にしやがれ。何のためのエクサーク、すなわち新世代の箱舟だと思っていたのだ。量子コンピューターしかり、ナノアセンブラしかり、全ては人類のため。そしてこの研究は事実上人類に不老不死をもたらす。人間は0、1で書かれた情報でしかない。だとするなら、もし何らかの事態でデータが欠損してもその部分を埋めるのは造作もない。いや、わざわざ前と同じにする必要もない。我々は常に自分自身をリプログラムできる力を手に入れた。そして情報でしかない存在は高速で宇宙を旅することもできる。高速で飛行する存在の時間は静止する。つまり体感時間にして一瞬にして宇宙のいかなる場所へも行けるということか。そんな、その前に宇宙の寿命が尽きるわ。それは閉鎖宇宙論者の希望的観測に過ぎない。
ビッグバンから始まったと言われる宇宙がビッグクランチで収束する。そんな証拠はどこにある？連中はダークマターを探してるようだが、ニュートリノのエネルギーを質量に変換したところで、ビッグクランチには何桁もの質量、エネルギーが足りない。 E イコール MC 事情、有名なアインシュタインの公式だな。確かにこの宇宙はむしろどこまでもどこまでもゆっくりと広がっていくと考えた方が自然だ。こうして無限に生きるようになった人類にとって、時間も空間も意味をなくす。つまり人間が宇宙そのものと同化する。いわば神への道ということだ。あなたさっきから我々って言ってるけど、まさか最初からそうだったの？ああ。私はアヌンナキに入る以前からエクサークの研究員だったのさ。別に言わなきゃならないこととは思わなかったので。すべて最初から仕組まれていたというのね。まったく。見上げた用意周到さだ。ついでに申し添えておけば、マルドゥークを再起動できるよう慎重に休止させたのもこの私だ。なんだと？この世界を改革する。人類を神とする。そのためには真の機械知性の融合、キーの介入、そして IC による今回の行動が必要だった。様々なイレギュラーな事態には悩まされたが、それでもここにたどり着けたのは奇跡としか言いようがない。それとも、私も誰かの手の上で踊らされているのかもしれないな。Nabu smirks and chuckles to himself. 私はただ、人間の遺伝子的な問題を解決したかった。それだけを願って研究をしてきた。だがそれが、まさかこんなことになるとは。誰もが流れ着く先に行くしかない。逆らえば溺れるだけだ。悪いが、私は逆らうことだけで生きてきたようなものだ。A rose matter light spills forth.Enlil unsheathes her sword. 私を切ったところで何も変わるまい。それに君は重大な考え違いをしている。なんだと？君の長年の宿願が叶う。なぜそれを喜ばない？言ってることが解せないな。自分自身をデータ化して再びダウンロードする際。Enlil opens her eyes wide, and slowly but surely a look of understanding spreads across her face. 君は愛しい相手との間に子供をなすことができるようになるだろう。まあ、そんなまどろっこしいことをしなくても、電子上で構成すればいいのだな。貴様！ Enlil brandishes her sword, and then...Nergo comes up from behind Enlil and pins her arms. くそ！離せ！ママ！ちょっと落ち着け！ As he keeps Enlil's sword in check, Nergo glares knives into Nabu. Nabu! あんたの言う話じゃ、つまり俺たちが今まで経験してきた全ての喜怒哀楽は可能性だ。未来へも過去へも伸びる可能性。まあ今では時間概念も無意味なわけだが、今という表現もおかしい。我々は時間がない世界での文法を一から構築し直さなければならないようだ。逆に言えば、今体験している事象自体さえも可能性に過ぎないと置き換えられるな。結果はすべからく観測者によって定められるのだ。呆れた。まったくナブーは心底からナブーなのね。お褒めにいただき恐縮ですね。アヌ falls to her knees as if exhausted. そんな。だったら私たちは一体これから
何をどうしていけばいいというの？何をしても、何をしなくてもいい。すべてに意味があり、すべてが無意味ってわけか？どんな物語にこんな結末があるって言うんだ。私は認めない。ユミは、いろんなことを知って、失敗して、失って、走って、転んで、それでもまた走って、やっと分かったことがあるんだ。世界を変えるには、一歩踏み出さなきゃならないんだってこと。立ち止まるのは、もうやめたの。ユミ。おかしなことを言うものだ。ここが世界の中心であり、世界の果てなのだから。一体どこへ行けるというのだ。人間の心に限界はない。想像力に限界を設けるのは、諦めたものだけだ。僕はムツキに会いに行く。そして昨夜も、電子の海から救い出す。They, who once were one, split off into two once more. 何をたわけたこと。人間は、誰も自分の生まれを選べない。それが遺伝子からだって、お母さんの温かいお腹からだって、電子の海からだって関係ない。だけど、生きていく。その生き方は、自分で選び取っていくんだもん。エクサークの押し付けがましい未来、たとえそれが良かれと思ってなされたことだとしても、我々には最後の最後まで自由意志がある。だって僕は僕自身だからだ。イシュタール、マユミ、ヒー、and finally ヒナタ。 The four of them each don a veil of faint light. No, that's not it. Their bodies reduced to a quantum composition.